こんにちは、編み物のやです。今回はダイソーさんで見つけた新作毛糸をご紹介します。早速編んだ作品もありますので、どうか最後までご覧くださいませ。この度もどうぞよろしくお願いいたします。今回はカラフルな毛糸4色ですね。なんとなくセリアさんのケークに似ておりますね。名前もその名の通りシフォンケーキと言います。こちらはレインボーですね。春夏ケートです。こちらはおそらく以前もですね発売されています。で、私も編んだことありますし、アップしたこともあります。ただ自分はですねこのケートは知っているのですが、こちらの2つは初めて見ました。もしかしたら前からあるかもしれませんが、改めてご紹介できたらいいなと思っております。それでは詳細ですね。まずバーコードはこちらです。こちらは 21A レインボーですね。このように虹の少しパステルっぽい虹のようなお色です。手洗いはできますが、アイロンはちょっと難しいようですね。色落ちする場合がありますので、単品で貼ってください。とのことです。アクリル 100%。これからの季節、もしかしたら主流ではないかもしれませんが、編みやすいですので、ぜひ初心者さんにおすすめです。かぎ針は5号から6号とありますね。ちょっとラベルを外してみますかね。アクリルですのでとっても柔らかいです。波太、やや細めの波太といった感じでしょうか。それでは次のお色に行きますね。次のお色はこちらにしますね。こちらはシフォンケーキのブルーベリーヨーグルトですね。美味しそうですね。ブルー系の爽やかな、こちらは夏にぴったりかと思います。バーコードはこちらです。他の詳細に関しましては、先ほどと同じですので、割愛いたします。こちらもラベルを外しますね。ミントグリーンのようなお色も入っていますね。個人的にはこの毛糸はとても楽しみです。それでは次に行きますね。こちらとこちらは見たことある方もいらっしゃるかと思います。まずこちらはソイラテですね。コーヒーのようなお名前ですね。バーコードはこちらです。全部ラベルを今回外してみようかなと思います。こちらはどんな服装ですとか作品にも合いそうな編みやすい、使いやすいお色ですね。ふわふわですね。で、最後ですね。こちらは元気が出そうなビタミンカラーですね。その名もカラフルジュレですね。バーコードはこちらです。早速ですが、この作品でも編んでみようかと思います。こちらもラベルを外してみますね。ちょっとですね、いろんな色を使ってみたいのでこの辺から使うかもしれませんが、ちょっと1時間かかんないで編めるぐらいの簡単な作品を作ってご紹介したいと思います。というわけで早速こちらの巾着を編んでみました。もし私の動画を以前からご覧くださっている方は見たことがあるかもしれませんが、以前編んだものとほぼ同じものを編んでみました。前回のと私は編み心地も同じように感じました。開いてみますね。気持ち柔らかかったかなと思いますが、ほぼ同じでしたね。手が丸々入る感じです。大きさだけ測ってみますね。こちらはですね、横が約14センチ弱、縦が
20センチ弱くらいですね。もしこの作品に興味を持たれた方は、概要欄にリンクを貼っておきますので、編み方動画がございますのでご覧いただけると嬉しいです。最後ちょっと宣伝になってしまいましたが、ちょっとですね、大きさとしましては、ちょっとここにある毛糸、ちょっとこの毛糸だと大きいですが、この毛糸が2つ入らないぐらいですかね。これ缶の季節でしたら日焼け止めとかもいいかなと思います。マスクの持ち歩きにも2つは入りませんね。ちょっと今回急いで撮っているような気がして大丈夫でしょうか。大きさが一玉入れるとこのような感じです。マスクを半分に折って入れて通気性もありますので、マスクケースですとか化粧品にいいかもしれません。一玉でちなみに余りますね。3分の2強でしょうか。一玉でこのような可愛い巾着も編めます。よかったらぜひ編まれてくださいね。今回はもう大変お急ぎですが、ダイソーさんの新作毛糸のご紹介でした。この度もご覧いただきまして本当にありがとうございました。またお会いしましょうね。失礼します。